押す皆さんこんにちは。ゲーム動画の勘長です。今回は、ボンバーマンを作っていきたい。ボンバーマンなんですけれども、ボンバーマンのステージは、画面、二画面分で、スクロールするということです。で、フィールド全体、外側なんですけれども、硬いブロックで覆われています。 その固いブロックというのは爆風で壊れない硬いブロック、ハードブロックそのハードブロックは、えー、と画面内に、えー、と等間隔で配置されていますそしてそれ以外のところにはソフトブロックと呼ばれるですね、えー、と爆風で壊れるレンガが配置されていますで、ボンバーマンはですねそこに爆弾を配置することができて 爆弾は数秒後に爆発する。で、その爆弾は十字方向に爆風が広がっていき、その爆風に巻き込まれたソフトブロックや敵を倒すことができます。まあ、そんな感じで、ボンバーマンは爆弾を使ってソフトブロックを壊しながら道を切り開きつつ、敵をすべて倒すということ。そして扉がどこかに隠されている。ソフトブロックのどこかに、 扉が隠されていますので、ソフトブロックを見つけ出すこと、ソフトブロックを壊して扉を見つけること、そして敵キャラを全滅させたら扉のところに乗っかればクリアとなります。要するに敵を全滅させてゴールすればクリアということです。ではそんな感じで作っていきます。ビジュアルスタジオを立ち上げてファイル新規作成プロジェクトと からのプロジェクト、そして、えーえーと、プロジェクト、新しい項目でソースファイル、C プラプラファイルを追加します。それでは、プログラムのエントリーポイント、イン,ポイントメイン、メイン関数追加します。メイン関数ビルドして、ビルド通った、実行したら、コンソールウィンドウが一瞬開いて閉じました。 それでは、このコンソールウィンドウが閉じないように、えっと、コンソール IO. ヘッダーをインクルードして、getCh 関数を呼びますと、コンソールウィンドウが閉じなくなるということがあります。それでは早速なんですけれども、マップを実装していきます。まず、マップのサイズなんですけれども、デファイン、えっと、マップ、ウィードス、え幅は、えっとですね、 ちょっと先ほどファミコンで調べてきます。ファミコンのね、画面ちょっと見て調べていきまして、幅31、デファイン、デファイン、えっ、ー、と、マップ、ハイと、えっ、ー、と、13ということですね。あ、失礼。ちょっとスペル間違ってる。デファイン。ちょっと喋りながらだとね、調子が狂うというところがあります。 幅と高さを定義した、そして次、画面に表示されるのはこのマップすべてではなく画面に収まる範囲内ということです。で画面のサイズは、えー、とス,クリーンスクリーンウィードスといたします。スクリーンウィードスは、えー、16。横にしかスクロールしないので横のサイズだけで大丈夫ということです。 それでは、それぞれのマップチップ、マップチップなんですけれども、列挙定数で定義します。え、イナム、えー、っと、これをセルタイプとします。セルタイプ、まず何もないところの、何も、えー、っと、次にハードブロック、ハード、 ブロックのところ、次、ソフトブロック、ブロックのところ、ソフトブロック、あとは、マックスと。まあ他にも追加する予定ですが、とりあえず今はこれだけでいいということですね。それでは次に、えっ、ー、と、マップデータ、イント、セルズ、t c e えっ、ー、と、マップ マップハイトのマップウィドスということで、セルズを定義する。それではこのセルズに値を書き込みます。ほえっ、ー、と、int x イコール0 x、x マップ、間違えた、失礼。マップウィドス x、x プラスプラス。それでは、ここにセルズの、えっ、ー、と、 y が0、x のところにハードブロックを書き込みましょう。マップの上の端にずらーっとね、ハードブロックを配置してみます。それではこれで描画してみます。描画する前に、えー、っとですね、int, left, 描画する左端の座標を定義します。0とします。それでは、x イコール、 レフトから、えっと、X が、レフトプラス、スクリーンウィロスまで、X プラスプラスと。これ、X 座標のループで、Y 座標のループ。Y 座標は普通に全部描画するので int、イント、Y イコールロから、Y の、えっと、マップハイトまで、はい。 マップハイトまでと、y++。はい。これで描画していくというところなんですけれども、セルのアスキーアートをまだ定義してないということですね。キャラ型のセル、アスキーアート、えー、っと、2バイトプラス塗る文字1ということですね。それではこれで、えー、っと、 これ,これ3つのアスキーアートを定義します。3つのアスキーアートを定義をするということですね。のんのところは、のんのところは、全角スペース。ハードは、四角。四角の、これ、硬そうなやつ。 そして、ソフトのところは、えっ、ー、と、四角、これですね。これでいいと。それでは、ビオがしてみます。プリント f で、えっ、ー、と、プリント f まだ使えないということがありますので、えっ、ー、と、インクルードえっ、ー、と スタンダード IO. ヘッダーをインクルードすると。そして、標準入出力、標準出力ヘッダーをインクルードして、えー、セル、セル AA で、セル図の、えっ、ー、と、Y の X。これで、セルの値を、セルの、セルがどの値か、この中のどの値か、そのインデックスを、 セルアスキーアートに渡せば、この中のいずれかのアスキーアートを取得することができると。そして、描画する。そして、一行を描画するごとに、開業をする必要があるということですね。エン、エンドと。はい。それでは、これで実行すると、まあ、上にずらっと描画されたと。 画面のね、外側、2画面分描画されてます。今表示されてるのは1画面分ですけれども、右にもう1画面分のマップが広がっているということがあります。それでは次、下にも広げて、下にも描画すると。下にもブロックを配置する。お、oh, oh, ー、えっと、int i イコールゼロ。えっと、i が、えっ、ー、と、i が、マップ、 ハイとより小さいとき小さい間えっ、ー、と i プラスあ、えー、あちょこれ y か y にしよう失礼これ y にした方がいいなこれを y これを y とします y で y プラスイコールえっ、ー、とマップ ハイとマイナス1と、これで一番上の行と一番下の行に、一番下の、え、y、プラスイコール、プラスイコール、マップハイとマイナス1。これで一番上の0行目とマップハイとマイナス1行目に、ブロックがずらっと描画され、ブロックがずらっとセットされることになります。これで、あれ、 あ、下出ないね。なんだろう。えっ、ー、と、あ、これ0になってるからですね。はい。これで、はい。上と下にマップが、ブロックが配置された。それでは、左と右にもブロックを配置していきます。えっ、ー、と、まず、聞いたんですけれども、こう、イント。y のループは普通に0から、y の、えっ、ー、と、マップ、ハイトまでと。 y プラスプラス。で、x のループは、x のループが今度、え、えっ、ー、と、int x イコール0から、x が、マップ、ウィドス、ウィドス以下まで、未,未満まで、x プラスイコール、マップ、ウィドス、マイナス1。これで、0と、マップ、ウィドス、マイナス1。 つまり右端、左端と右端に壁が配置されるということになります。はい、それではこれ実行してみますが、こんな感じ。で、画面の右、右はね、ちょっと見えないということがあります。それでは次に、まずは、ボンバーマンを配置したいということがあります。ボンバーマンを配置したいんですけれども、 まず、キャラクター,、えー、モンスターの構造体を定義します。タイプデフストラク t モンバーマンもモンスターの一つとして考えます。モンスターとモンスターで、モンスターには i ント X の Y 座標があると。次、モンスターが出てくる人数なんですけれども、デファイン、モンスターマックス、 えっと、ボンバーマンを8、八名プラスボンバーマン1人で合計9名といたします。0番目が、ボンバーマンといたします。モンスター型の、モンスターズ、えー、モンスターマックス。これでモンスター9体分のデータを用意したということになります。それでは、ボンバーマンの座標を設定します。 モンスターズの0番目がモンスター、えっ、ー、と、ボンバーマンの X 座標は1のえー、っと、1の Y 座標も1だということですね。1の1にモンスター、モンバーマンがいるということ。次に、 指定した座標にいるモンスターの番号を取得する関数を作ります。int、get モ、モンスターで、えー、x 座標の int、y 座標、ここにいるモンスターを取得すると、for、えー、int、えー、i イコール0、i、えー、っと、 モンスターマックス i++。そして、もしも、モンスターズの、えー、と i 番目の x 座標が指定された x 座標、かつ、えっ、ー、と、モンスターズの、えー、と i 番目の y 座標が指定された y 座標と一致したら、そこにその i 番目のモンスターがいるということになりますので、 リターンアイということになります。そうで、えっ、ー、と、一通り巡っていなければ、リターンリ,リターンマイナス1で、そこにはモンスターがいないということになります。はい、ビュードしたと、モンスター、ゲット、モンスター、そして、ここで描画する、してるわけですね。ここで描画する、まあ、ブロックをね、描画してるわけなんですけれども、ここで、 モンスター取得すると。int モンスターイコール先ほど作った get モンスターでここにいるモンスターを取得すると。えーと、x の y と。もしもこのモンスター取得してマイナス1じゃなければ、つまり 0以上であればモンスターを取得できたことになりますので、と思ったんですけど、まあいいか。えっ、ー、と、モンスターが0以上であるというか逆に、モンスターがいなければブロックを描画しましょう。そう、そうでなければちょっとじっくりやっていきましょうと。えっ、ー、と、エルスまあいいか。 else if、えー、モンスターが0以上であれば敵なので、printf 敵とで。そうでなければもう0でしかあり得ないので、printf でボンバーマンを表示すると。はい、それではこれで実行すると。 ボンバーマンがここに出たということですね。それでは、えー、とボンバーマンを操作できるようにしたい、えーと。描画からキーボード入力までをメインループで囲います。無限ループで囲う。そしてキーボード入力で操作できるようにする。スイッチで、えー、とスイッチで、えーと、キーボード入力の戻り値で分岐すると。 ケース、えっ、ー、と、なんちゃらで、えっ、ー、と、あ、その前に、移動する前に、移動前の座標として、X、Y 保持しておくと。X、モンスターズの0番目の、0番目の X を保持しておく。同じように Y 座標も保持しておくということですね。Y 座標を保持しておく。そして、 ま、これ、モンスターの XY 座標の影武者ということです。影武者は、ま、移動してそこに移動できない場合があるということです。えー、っと、えー、っと、ブレイクとするか。えー、っと、これを、1、2、3、4。WSAD、WSAD、FPS の平行移動操作。で、これが、Y、え、上が押されたら Y マイナスマイナス。 y 上の方向、上の方向、y プラスプラスで y を下に向ける、下に移動させる。そして a が押されたら左なので x マイナスマイナス。えっ、ー、と d が押されたら右なので x プラスプラスということになります。移動しました。とりあえずそのまま移動決定して仮、仮になんですけどそのまま無条件で移動決定します。 移動した影武者の XY 座標をとりあえずそのまま書き戻してしまうということです。それでは実行するとボンバーマン移動できましたけれども、ちょっと画面がちらつきますね。ちらつく、これは画面を再描画しなければいけないということです。include, えっ、ー、と、c o えっ、ー、と、スタンダードリブとスタンダードライブラリを include して、 描画前に画面をクリアするということです。シス、システム関数で、えっ、ー、と、CLS 命令を送ると。CLS 命令、CLS DOS コマンドを送ると。そうすれば、まあ、ちらつかなくなると。まあ、ちらつくんですけど、まあ、さっきよりは、まあ、綺麗になると。そして、あれ、ここ、ここまで来たらスクロールしなきゃあかんのじゃないでしょうかということで、スクロールの修正です。 まず、スクロールは基本的に、パックマンが、じゃない、えー、失礼、ボンバーマンが画面の中心に来るようにするということですね。なので、スクロールの X 座標は、まず、えっ、ー、と、モンスターズの0番目の、っていうかね、パックマンは今日、さっき、 録画したばっかりなんですよね。もうダブルヘッダーでボンバーマンを撮っているということがあります。だからボンバー、パックマンとちょっと混同してしまうということがあるということです。前作のパックマンの動画も見てない人はよろしくお願いいたしますということを言っておきます。で、モンスターズの0番目の X 座標なんですけれども、X 座標をマイナス、 スクリーン、スクリーンのウィドス割る2ということです。しかしそれだと、パックマンが結構、パック、あ、ボンバーマンが画面の左にいたら、このレフトはマイナス方向になってしまう。マイナスになって、画面の外側を描画することになってしまう。だから、レフトは0より小さく、小さいことがあってはならないということがあります。だから、レフトは0、 最低でも0ということですね。じゃあこれ実行すると、まあ、スクロールするけれども、もう左、ここまで、これ以上ね、スクロールしなくなったということです。それでは画面の右端についてなんですけれども、もし、レフトが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、マップウィドス、マイナス、スクリーン、 スクリーンウィドスより大きくなってしまったら画面の右端マイナス1画面分よりも右に行ってしまうと画面の右端より外を映すことになってしまいますのでレフトはマップウィドスマイナススクリーンウィドスまでとするということですねでこれで実行するとボンバーマン右に行って はい、ここで止まるということですね。この処理をやらないと、その画面の右端のね、ありえないエリアを描画することになってしまうということになります。とりあえずこう、ね、ボンバーマン、ファミコン版の,版のボンバーマンはこういう仕様になっているということです。それでは次なんですけれども、ハードブロックをもっと配置していくということがあります。画面、このフィールド上にね、等間隔にハードブロックを配置していくということです。 えと、を、えと、まず、y の方分を、y の方分をここに置いて、次、x の方分を次に置いて、ループすると。ところがですね、えと、画面の外側はいらないので、1からマイナス1、えと、1からマイナス1、外側はもう、どうでもいいので、 まあ、もう、硬い壁で、ね、覆われてるから、もう、どう、何もしないということですね。で、ここなんですけれども、ハードブロックを等間隔で配置していく。if、等間隔で配置していく条件としては、x、x を、パーセン、えー、x を2で割った余りが0、すなわち、偶数の x が偶数で、かつ、 y が、y も偶数だったとき、そのセルに、そのセル、えっ、ー、と、y そのセル、そのセルに、えっ、ー、と、ハードブロックを配置するということですね。これで、ハードブロックね、配置したということですね。 それでは次なんですけれども、それ以外のところにソフトブロックをランダムで配置するということです。乱数使うために、えっと、現在の時刻を使ってシャッフルすると、タイムテンヘッダーインクルードして、メイン関数の最初で、スランド関数で乱数をシャッフルすると、タイム、ヌ、ヌルで、えっと、ビルドすると、 え、これがね、枝になるということですね。警告が出る。警告をアンサイドイントでキャストすると消えるということですね。S,、はい、<S, S ランドで遮風したと。そして次。えっ、ー、と、ソフトブロックをランダムに配置するということ。ハードブロックを配置しないところにランダムでソフトブロックを配置します。もしもランドを に2分の1の確率で、2分の1の確率でソフトブロックを配置する。えっ、ー、と、セルタイプ、ソフト、ソフトブロック、ソフトブロックを配置すると、これでソフトブロックがランダムに配置された。しかしながらですね、ここ、こことこことここが、ここにブロックが配置されていたら困ると。 ここにブロックが配置されていたら、開始した瞬間にプレイヤーのね、負けが確定するので、こことこことここには、まあ、ね、ブロックを配置しない、ブロックがもし配置されたら消すようにします。これは0、1、0、1の0、1、1の1、えっ、ー、と2、2の1、1の2、ここのブロックを消す処理をします。えっ、ー、と、セールズの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 1の1、1イコール、セルズの1の1、1 2の 1, 1、えっと、1の2は1、1の2は、ブロック、えっと、セル、セル、タイプ、ノンとはい。これで、プレイヤーのスタート地点の、 周辺はブロックがないと。これでね、ここにブロックがあってはならないという処理が入りました。それでは次なんですけれども、次、敵キャラを配置するか、当たり判定はもうちょっと後でやります。敵キャラを配置していきます。敵キャラを配置できる場所は、えっ、ー、とですね、ブロックが配置されておらず、 ソフト、ハード。さらに、そこに敵キャラがすでに、まあ何かしらのモンスターが配置されていないということが条件になります。それを取得、設定する関数、えっ、ー、と、ボイド、セット、セット、えっ、ー、と、フリーポジーション。まあ、セットというのは、 今ここで2つの値を渡すわけですね。書き換えて欲しい2つの値を渡すためにはポインターを渡す、使うしかないので、1つの値であれば書き換えた値を戻り値で返してもらえばいいんですけれども、2つだとそれはね、できない。構造体にまとめるとかね、やれば、やり方はあるんですけれども、今回はポインターを使います。px、書き換えて欲しい x 座標のアドレス、 インと、えっ、ー、と、書き換え、書き換えてほしい Y 座標のアドレスを渡すということですね。まずは、セットフリーポジションなんですけれども、やり方としては、まず、まあ、まず無限ループがありますよと、無限ループがある。で、座標をランダムで決定します。X イコール、ランド、 パーセント、えっ、ー、と、フィールド、フィールド、ウィドス、フィールド、あ、フィールドじゃない、マップ、マップだっけマップウィドス、マップウィドスで割った値、割った余りか。で、これで0からマップウィドス -1 の値、ランダムの値が入るということですね。そして Y 座標は、 y も同じように、えっ、ー、と、マップ、スマップ配と、で割った余りで、で、この座標が果たして何もないところかどうかということですね。スイッチ、えっ、ー、と、セルズ、えっ、ー、と、y の x この座標に、この座標なんですけれども、 ケース、セル、タイ、タイプ、えっ、ー、と、ハードブロックがあるか、もしくは、セル、タ、タ、タイ、プ、ソフトブロックであれば、それはもうダメなんでブレイクということですね。もう一回無限ループをめぐって、もう一回ね、もう取り直してくださいということ。 デフォルトえっ、ー、と、そうでなければ、次はそこにモンスターがいるかどうかのチェックを行います。モンスターがすでに、先客がいるのであればダメだということですね。int モンスターイコール、get モンスターで、get モンスター、えっ、ー、と、この、xy を渡す。そこにモンスターがいるかどうか、もしもモンスターが、 モンスターがいないのであれば、いないのであれば、そこで決定ということになります。決定なので、えっ、ー、と、X の、X のアドレスにの、あ、この X のポインターの指すね、えっ、ー、と、X 座標にこの X を入れて、この Y のポインターの指す Y 座標にこの Y を入れて、リターンということですね。これで無事、 だ誰もいないとフリーなエリアを設定されすることができるということです。それでは、これをモンスターの座標に対して行うということですね。ポイント i イ,イコール、えー、と1から i、モンスターマックス i++ で、えっ、ー、と、セットフリーポジションで、えっ、ー、と、 モンスターズ、I 番目のモンスター、I 番目のモンスターの、えー、と X 座標のアドレスを渡す、えー、とモンスターズの、えー、と I 番目の Y 座標を渡すということです。これでビルドして実行すると、はい、モンスターがランダムな座標に配置されたということですね。 それでは次なんですけれども、ゲームの中身的なことを作っていきましょうか。まず、プレイヤーが壁にめり込まないようにします。プレイヤーが壁にめり込まないために、ここでまあ何も判定していなかったということがあります。スイッチ、えっ、ー、と、ケース、えっ、ー、と、セールズ、 ここの y の x 座標のセルなんですけれども、ケース、セル、タイプ、えっ、ー、と、ハードブロックがある、もしくは、セルズ、えー、セル、セル、タ、タイプ、ハードブロックが、ハードブロックじゃない、今度はソフトブロック、ソフトブロック、ハードブロックかソフトブロックがあるのであれば、 えーっとですね。そこは移動しちゃダメですよと。そうでなければ、そうでなければ移動してくださいということで、これで、これで壁のとの当たり判定が取れると、はい。大丈夫ですね。大丈夫だということです。それでは次なんですけれども、どうしようかな。敵の AI でも作るか。 敵の AI 作るか。じゃあ、敵の AI を作りましょう。敵が動くように、適当に動くようにするということ。まず、最初に、方向という概念を追加します。イナム、えっ、ー、と、まあ、敵が十字方向に移動すると、ディレクション、ディレクション型の、あ、ディレクション、ディレクションという名前の、ノース、来た、 ウエスト、西、ノース、サウス、南、えー、とウエスト、東、ディレクションマックスということですね。はい、これでいいと。えっ、ー、と、反時計回りに北、西、南、えっ、ー、と、あ、ウエストが2つある、イースト。イースト。定義しました。 それでは次に、それぞれの方向のベクトルを定義します。int directions の、えっと、それぞれの方向の二次元ベクトルを定義します。えー、っと、これ3つコピーしまして、貼り付けて、はい、これを貼り付けて、 えと、貼り付けて、貼り付けてということですね。そして、こうする。ここでベクトルを定義するということです。えっ、ー、と、ベクトルなんですけれども、ノースは0のマイナス1と、ウエストはマイナス1の0、サウスは0の1、えっ、ー、と、イースト東は1の0ということですね。 それではこれをビルドすると、まあ、ディレクションというものを定義しました。次にモンスターに AI を、まあ、モンスターの、ね、行動パターンなんですけれども、モンスターは進行方向に進むということを考えていると。進む進行方向をディレクションとします。えー、とディレクション、進む方向をディレクションとします。 そして、じゃあ、モンスターの行動を作ります。このメインループの最後で、敵を行動させると。i イコール1から1、i がモンスターマックス未満まで i プラスプラスで、 モンスターを移動させる。移動先の座標を定義します。x イコール、えっ、ー、と、モンスターズ、i 番目の x 座標、プラス、ディレクションズの、えっ、ー、と、このモンスターの、このモンスターのディレクション、ディレクション、えっ、ー、と、の0、x 軸要素ということですね。これコピって、 貼り付けて、1、そして、これ Y ということですね。えっ、ー、と、これ Y と。Y でビルドすると。ビルドしました。これが、移動先の XY 座標。そして、そこに、スイッチ、えっ、ー、と、どうしようかな、これ、ね。似たような処理を見たことがあるんだよね。 似たような処理をね。似たような処理を、ここでもやってんだよね。can move、can move 関数を作ります。ルールそのセルに移動可能かどうかという関数を作ると。えっ、ー、と、チェック can, move と、えっ、ー、と int, x, int, y ということですね。指定された座標に移動可能かどうか。えっ、ー、とですね、ここで、どこだっけかな。ブロック、ここでやってんだよね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、これ、ここでやっているということ。えっ、ー、と、まず、この、 y の x 座標を、ブロックがあったら、もう return false です。return false, return false, そして、デフォルト。えっ、ー、とね、えー、そうでなければ、まあ、とりあえず、そうでなく、もしも、get, ゲットモンスター。この座標に XY にモンスターがいなければリターン。リターンと。そうでなければリターンフォルスということですね。どこやまあ、ここか。 ええと、というわけで、どこだっけここか。もしも、チェック、キャンムーブ関数で、この、x, y 座標が、移動可能な場所であれば、移動可能な場所であれば、移動できるということですね。 はい。こっちもね、チェックキャンムーブ関数を使ってやっていきます。えっ、ー、と、もしもチェックキャンムーブ、ここに移動可能であれば、移動するということですけれど、えっ、ー、と、モンスター X イコール X、えっ、ー、と、これはあぶね Y、Y じゃないか、Y だよね、これね。 モンスター、y、イコール、y と。これで、どこだリターンステートメント、リターン、移動。これは、リターン、true ということですね。true。これは、ブロックがないし、ブロックがない、そして、ブロックがないモンスターがいないということで、 リターントゥルーということですね。はい。それでは、モンスターがランダムで移動するかな。プレイヤー、あ、移動する。移動するけれども、そのまま止まってしまったということがあります。で、モンスターが壁にね突っ込まな移動して突っ込まないということが確認できた。それでは、 突っ込んだらどうするかというと、モンスターのディレクションをランダムで変えるということです。モンスターのディレクションイコールランドパーセント、えー、とディレクションマックスランダムな方向に変えればいいと。じゃあこれでどうやと。えっ、ー、と、モンスターが、えー、と移動する、はい、モンスターの AI が完成したということですね。 AI と言えるのか、は、はなはだ疑問ですけれどもね、AI ということです。それでは、ほぼできたと思ったんだけども、爆弾、爆弾の処理はまだ全然作ってないということがあります。それでは、まだ死ぬ処理を作,作るとデバッグが大変で、じゃあ次爆弾を定義します。 爆弾を定義する。えっ、ー、と、えっ、ー、と、タイプデフ、ストラクト、えっ、ー、と、ボム構造体、えー、とボ、ボム構造体を定義します。ボム構造体は、まず座標があると。座標がある。そして、インと、えっ、ー、と、カウント。 あと何秒後に爆発するかというね、カウントがあります。そして、ボムのマックス、ケース、ボム、ボム、マックス、まあ、とりあえず、まあ、10発置けるとします。そして、えっ、ー、と、ボ、ボムの、えっ、ー、と、 カウントのマックス。な、何、何ターン後に爆発するかというのが10といたします。これカウントね。それでは、ボムを取得しますけれど、ボムを配置していくと、まず、 ボムの、えっ、ー、と、ボムの、あ、ボムの配列を定義すると、ボム型の、ボム、ボムズ、ボムマックスということですね。それでは、これでボムを定義しました。どこだボムマックス、これがいらんのか、はい。ボムマックスを定義しました。 それでは、ボムを配置するにあたってですね、えっ、ー、と、このボム配列の中から使ってないボムを取得する必要があります。int, get, free, ボムと。使ってない爆弾の番号を取得します。for, int, i イコール 0, i, ボボム、えー、マックス、ボムマックス、あ、ボムマックスって定義しなかったっけボムマックスて定義しなかったっけボムマックスあるよねボムマ、なんかスペル待ち、モム、モムマックスになってるんだね。ボムマックス、アイプラプラ、 もしも、えっ、ー、と、このボ,ボム、ボムの i のカウン、ボムの、ボムの、あれ、ボムズのカウントが0以下であれば、それはもう爆発済みなので、こいつ使っていいですよっていうことですね。リターン、i と。 そうでなければ、リターンマイナス -1 最後までチェックして、まあみんな使用中だったらないですよって、まあ絶対ありえないことですけど、そういうことであると。えっ、ー、とね、それでは、ボムを置きます。ボムはスペースキーで押すものとしましょう。スペースキーでボムを置くと。 ブレイクして、えっ、ー、と、ボムを置いていく処理をやっていきます。えっ、ー、と、イント、フリー、えっ、ー、と、ボムイコール、ゲットフリーボムと、フリーなボム番号を取得すると、取得しました。もしもボムを取得、フリーなボム番号を取得できたなら、 取得できたならボムを配置するということです。配置するのは、えっ、ー、と、ボムを配置するんですけれども、えっ、ー、と、まず、ボム、ボ,ボムの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、この、ボム番目の、ボムズボムズ配列のボム番目のボムの、 X 座標イコール、えっ、ー、と、まあ、要するに、ボンバーマンの X 座標、Y イコールボンバーマンの Y 座標ということになります。はい。ボムを配置することができました。それでは、ボムを描画することにいたします。えっ、ー、と、チェック、キャンムーブなら、 えっと、描画のところは、ここか。int ボム、イコールゲット、えー、イコールゲットボムと、フリー、え、ボムを取得する関数がないということですね。フリーボムイ、い、int ゲットボムということですね。 えっと、指定された座標のボムを取得すると、int x, y えっ、ー、と、そんで、ボムを全部巡回して、もしも、えっ、ー、とですね、このボ、ボム、ボム図の i 番目のボムの x 座標が指定された x 座標と一致していて、かつ、ボム図配列のボム番目の えっと、ボム番目の、えっと、y が、え y、えっと、ボム図、y 座標が一致していたら、このボムですよ。このボムがそこにありますよということで、リターン i と、リターン i。そして、最後まで見つからなければ、リターン、リターン -1 ということでございます。 はい、なんか、スペルミスがあったということで、ボーン、ボムズと、はい。えっ、ーと,えー、と、ボームズの、あ、これ、i か。失礼。これでいいということですね。ゲットボム取得した。え、これを何のためにや,やろうとしてたんだっけ。描画の時か。えっ、ー、と、イントボムイコール、ゲット、 ボムで、この XY 座標を渡すと。XY 座標を渡して、ボムを取得すると。えっと、モンスターがいれば、えっと、モンスターがいなければ、違うな。えっとね、どうしよっかな。 えっと、もしも、モンスター、えっと、これ条件を変える必要があるな。モンスターが、えっと、それでは、モンスターが0以上ということはでき、else, if, えっと、モンスター、えっと、イコールイコール0なら、プレイヤー、 そうでなく、エル、エルス、f ボムが0以上であれば、そこにはボムを表示する。ボムを表示する。そうでなければ、そうでなければ、フィールドを描画するということですね。ボムが0以上だったら、えっ、ー、と、キャラ型の、 えっと、アスキーアートイコール、イコール、アスキーアートイコール、全角でカウントダウンをしたいと思います。えっ、ー、と、0という文字を取得して、で、この0、アスキーアートの1バイト目を、1バイト目に、このボムの、ボム、ボムズのボム版目の、 えっ、ー、と、ボム番目のカウントを足せば、0だったら、この0のままで、こカウントが1だったら、大文字の1に変わるわけですね。これで描画すると。プリント F、このアスキーアートと。それでは、で、ボムのカウントは、あちょっとこれ実行してみますか。ボムを配置した、はい、0、表示されました。 それでは、ボム配置した時点で、このカウントは、ボムのカウントは、えっと、ボムカウントマックスになります。じゃあ、これで実行してみると。そうすると、ボムのカウントは、えっと、ボム10からカウントダウンだっけ待てよ。ボムカウントをとりあえず5にしてみるか。えっと、 5にしても0やな。えっ、ー、と、アスキアート1、1プラスイコール、えっ、ー、とこ、ここに来てんのかな。アスキアートです、テス。テス。ここ、確かにここに来ているということがあります。例 A の、1プラス、プラスイコールしなきゃダメじゃないですか。何をやってるんだ、私は。 ここですかっていうね、ことですね。これで、はい、あこれ点になったんですけども、ボムをカウントダウンさせるということですね。ボムのカウントダウンをする処理なんですけれども、カウントダウンするのは、どこでやろうかな、なんだけど、えっ、ー、とね、 このメインループの描画の前でやるか。えっとね、それとも、このモンスターの処理が終わって、どうしようかな。モンスターよりも、先に、モンスターの処理よりも先に爆弾、爆発するか。 ちょっとね、どちらかというと、プレイヤーに有利の方が、ユーザーはいい気持ちになるということになります。ということがあると。なので、モンスターよりも先に爆弾の、ね、処理をやった方がいいということですね。まあ、ここで移動の処理やって、まあ、ここでプレイヤーが移動するということですね。プレイヤーが移動したら、 爆弾の処理をやるかえっ、ー、と4えっ、ー、と int i イコール0 i ボムカウンボムマックス i++ とそしてえっ、ー、とボムの更新もしもボ,ボム ボ、ボム、ボムツ、ボムツの、相番目のボムのカウントが0未満だ、0以下だったらコンティニューと。この爆弾はまあ今、機能してませんよということですね。そうでなければカウントダウンするということ。 はい。爆弾のカウントダウン処理作りました。それでは見てみます。えっ、ー、と、動かねえな、ということですね。カウント、ボムズの、カウントが0以下だったらあれで、で、カウントダウンの処理なんだけれど、えっ、ー、と、どこだっけ。ここか。あ、ここカウント10をしちゃダメですよね。ここで何をやってんだ。 これ実行すると、あ、置いたときに、置いたときにカウントを置い、ボムを置くのはここか。で、ここでボムのカウントを、ボムのカウントを、ボムカウントマックスにすると。 はい。それ、置いた時にカウントをマックスにする。87654321、バーン。87654321、バーンということですね。それでは次、描画するときなんだけれども、ゼロなのになぜバが描画されんのって話ですよね。えっ、ー、と、ボム、えー、っと、ゲット、ゲットボムで、 ボム、この座標にあり、かつ、えっ、ー、と、このボムズの相番目の、えっ、ー、と、カウントが、えっ、ー、と、0以上でないとダメですよということですね。0以下のやつはもう爆発してるので関係ないですよ。875431、ボーンってことですね。はい、それでは次、爆弾、爆発の処理を作ります。 爆発処理は、えっ、ー、とね、関数にする必要があるかどうか。ボムの処理は、うーんとね、えっ、ー、と、ここでやってるわけね。もしもここでボムが爆発すると、カウントが、 0以下になったら、ここで爆発するということですよ。ここで爆発するんだけど、爆発するためには、うーんとですね、爆発するためには、フィールドの状態として、爆発してるセルを用意すると。 セルタイプ、エクスプローションと、爆発ですね。エクスプローション。で、爆発の、あれは、えー、米と、米。はい。これが爆発のアスキーアートということですね。これで、まあ、フィールドのアスキーアートは、やっと全て揃った感じになるかと思います。 はい。それでは、爆発の処理を作っていきます。爆発の処理を、ここに、あ、どこだっけここに作っていくということですね。まず、上下左右方向に、えっ、ー、と、これ、i。i のループの中をイ、を、in と、 j イコールゼロ、えっ、ー、と、ディレクションマックスまあ、東西南北の方角のループということですね。j プラスプラスと東西南北の爆発の処理ということですね。えー、と、さらに、えーと、0、0、1、2か、4 int 2マス i イコール0。あ、ちょっと待って、ここで x, y って出てくるのか。もう x, y ここに出てくるわけですね。だからこの x, y は使わない方がいいということか。i イコール0、i 0, 0, 1, 0, 1と2回のループの i++ ということですね。えっ、ー、と、そうしましたら、えっ、ー、と、ここで、int x2 イコール、ま、プレイヤーの座標、えっ、ー、と、えー、ま、で、この爆弾の座標だな。爆弾の座標、ボムズ i の X 座標、次、Y2 は爆弾の Y 座標を定義するということですね。これが爆発の中心座標ということになります。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね。そして、えっ、ー、と、まず、 爆発するときに、まずここ爆弾がある、爆弾があった場所に、他に何もあることはありえないので、爆弾の、えっと、この座標の、えっと、どこだ、えっと、セルズの、えっと、えっとですね、 セルズの、このボムの、ボムの、Y の、ボムの、えっ、ー、と、X 座標イコール、セル、セル、タイ、タイプ、エクスプローションと、 爆発させますということですね。とりあえずちょっとこれで試してみます。爆発で、8753210。はい、爆発した。それでは爆発を広げていく,いくということですね。まず、X2 プラスイコール、ディレクションズの、えっと、J 番目の0を足すと、 え次、x2、y2 プラスイゴールディレクションの1を出すと。で、その座,座標を、その座標をエクスプローションに変えるということですね。えっ、ー、と、y2、x2 と。じゃこれ実行してみます。それでは、始める543一はい。 ハードブロックもぶっ壊してしまったということと、画面外に貫通してしまって、プログラムがクラッシュしてもおかしくないと、この爆弾がですね、このね、範囲外のメモリーを破壊したかもしれないということがあります。そんなことがあってはならないので、もしも、えっと、この、セールズの、 y2, x2 なんですけれども、イコールイコール、セル、タイプ、えっ、ー、と、あーそうか、ハードブロックだったらダメ。ハードブロックだった場合、ハードブロックだった場合は、えっ、ー、と、 ブレイクと、ブレイク。else, if, そこがソフトブロックだったら、ソフトブロックだったら、えー、っとですね、このソフ,トソフトブロックを破壊してからブレイクと、ソフトブロックをセル、 タイプ、タイプの、の破壊してからブレイクということです。そうでなければ、エクスプローションと。じゃあ、これでソフトブロックが破壊できるか。カジナル54321。はい、破壊できた。そして、 ソフトブロック破壊できたということですね。それでは次。えっ、ー、と。えっ、ー、とね。爆発しました。で、爆発の、ここで描画が終わります。描画が終わったら、爆発を消してしまうということですね。 描画が終わったら、ただし、爆発を消すと。f int y イコール0、あ、y, えー、ない、ありえないな。1、y, えっと、えっ、ー、と、マップハイとマイナス1まで y、y プラスプラス。for, for, int, x イコール1から x がマップウィドスマイナス1まで x++ プラスプララススということですね。もしもその座標のセル l の cells、えー、の、えー、yx がセルタイプエクスプローションだったら 爆発は描画したらもう直ちに消すということです。セル、セルズの、えっ、ー、と、セルタイプ、タイプ、ノンということですね。それでは、爆発が消えるかどうか。 87-54310, 爆発して消えた。ばっちりということですね。87-54310, はい、消えたと。ここは、5431、0はい、消えた。消えたけれども、えっ、ー、とですね、なんか違和感あると思ったら、ブロック消えたところを、ブロック消えたところをノンにするんじゃなく、エクスプローションにするんですよ。はい、えっ、ー、と、 おさんうこう、消えた。爆発に巻き込まれて、消えたということですね。貫通はしてないよね。はい、バッチリということですね。ということです。それでは次、爆発に巻き込まれた敵を殺す、爆発に巻き込まれたやつを殺す処理をやります。つまり、ここに、ここでやるということです。エクスプローション。 えっと、int, モンスターモンスター、モンスターイコール、ゲットモンスターここの座標、えっ、ー、と、y2 の、えー、x2, y2 の座標のモンスターを取得すると、ここに誰がいたら大変なことですよ。こいつは死ぬことになりますからね。 もしも、モンス、えー、モンスター、モンスターを、この、えーと、このモンスターなんですけれども、モンスターが1以上であれば敵が死ぬことになります。敵が死ぬことになる、死んだ敵は、 えっと、死亡フラグを立てるということです。ただし、まだ死亡フラグという概念はなかったということがあります。モンスターに、えっ、ー、と、ブルー、イズ、レッドと死亡フラグを作ります。死亡フラグが立ったモンスターはもう相手にされない、そまあ、死んだものとみなされます。えっ、ー、と、そこにモンスターがいたら、 えっと、モンス、えー、モンスターズの、えっ、ー、と、モンスターのいつデッとを死亡フラグを立てるということですね。で、死亡フラグの立ったモンスターは、もう扱われることはないということができます。もしも、このモンスターの モンスターがイズデッド、死んでいたらもうコンティニューということ。じゃあこれ見ていきましょうか。モンスターが死ぬところを見てみたいと。壁が多いということができます。壁が多いね。まだ誘爆とかも作ってないんだよな。誘爆も、まあそんな難しくはないけど、 えっと、モンスターが死ぬところを見てみたいと。はい。死んでくれ。あ、貫通しやがるな。死なないね。死なないということと、モンスターが爆弾を貫通してくるということが発生いたしました。えっ、ー、と、ここなんだけど、チェックキャンムーブ関数で、 チェックキャンムーブ関数が甘かったということができます。えっ、ー、と、モンスターがそこにいない、かつ、ゲット、ボムで、ゲットボム X、Y が、0未満であれば、0未満であれば、 ということですね。あ、違う。ゲット、ボムと、はい。ゲット、ボム、識別子が見つかりませんでしたは、えっ、ー、と、ゲット、ボム関数がその下にあるということがわかります。ということですね。じゃあ、この上にやると、はい。これでいいと。それで、これで、それでは、ボム、 敵がボムを貫通しなくなると。はい、貫通しなくなりましたが、自分も死ぬことにならなかったということがあります。えっ、ー、と、敵がボムで死なないというね、状況であるということですね。うーんとあ、死亡フラグ、ここで死亡フラグを立てました。 死亡フラグを立てた。そして、描画されないようにすると、えー、っとね、ゲット、えー、っと、ゲットフリー、ゲットモンスターで、ゲットモンスターでここ、ここ、死んだ死体も帰ってくるんですよ、これね。モンスターが、えー、っと、モンスターのイプデッドが、 If デッドフラグが立っていないことが条件。死んでるやつは相手にしないということですね。はい。これでどうだそれでは。はい。爆弾発させて。はい。そっちに行っちゃダメですよと。はい。はい。えー、っと、はい。これでどうだ誰か死んでくれ。うわ、かわしやがった。 よし、死んだ敵死んだお前も死んでくれ俺と一緒に死のうじゃないか俺だけ死ぬ,死ぬのか俺はまだ死ぬ処理を作ってないんだよバカ野郎ざまみろと。何を言っているんだ。よし、死んだ俺は無敵だということですね。それだとゲームにならないということがありますが、これで敵を倒せるようになったということがあります。よし、倒したいや、これはもう完成が見えてきたと言っても過言ではないということですね。 だけど爆弾の誘爆をまず作ってないということがあります。爆弾の誘爆が作られていない。爆弾の誘爆が作られていないということは、爆弾の爆発を複数のポイントで呼ぶ必要があるということがあるので、だから爆発の処理は関数にする必要があるということがわかりました。 うんとね、ボムカウントが0になったら爆発するということですね。じゃあ、爆発の処理を関数にします。void explosion ということですね。explosion 関数を作りました。explosion の座標は int x, int y と。int y ここに 爆発関数を作りました。爆弾が発、爆発するのはここで爆発するということです。爆発する座標は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、この Y の X の座標だということですね。ここで爆弾を爆発させると。で、この、こっから下の処理を全部ごっそり、 持っていくということですね。はい。すっきりと。で、エクスプローションなんですけれども、ここに貼り付けてということですね。で、これで、オムの、これか、XY、これで、Y、X と、X でいいのか。 この座標をエクスプローションにすると。えっと、はい、定義されていない。これは、エクスプローションですけども、ちょっとこの X2 はリファクターするか。リファクター、X にリファクター、リファクター、で、この Y も、 ええと、まあねロ、ローカル変数、ね、別の関数に来たんで関係なくなったということですね。で、この i なんでですけれども、えっ、ー、と、仮の x 座標を、仮の x 座標、仮の, x 座標今日仮の y 座標ということか、あ、そっか。 ま、このアンダースコア XY を中心に爆発させるということですね。じゃあ爆発処理問題ないかチェックしていきます。大丈夫ね、大丈夫そうか。はい、それでは次、誘爆を作っていきます。今、これ爆発したらこの爆弾もね、誘爆しなければいけないということがあります。じゃあ誘爆を作ります。誘爆なんですけれども、 で、ここで、モンスター。モンスター。ここにモンスターがいたら、爆発。イント。ボム。この座標に、ゲット。ボム。ゲット。ボムがいたら、XY。ここにボムがあったら、 誘爆するということです。えっ、ー、と、そうではなく、モンスターがいたら、まあ、モンスター、まあ、爆弾とモンスターが重なっていることはあり得るのか。プレイヤーがずっとね、えー、と爆弾の上に乗っ,て乗っかっていて、 爆弾の上に乗っかっていて、爆発が発生するということがあり得るということですね。えー、っと、もしも、ボムが0ロいえー、っと、ボムが0以上であれば、えー、っと、ボムが取得できたということであれば、えー、っと、 このバムボムを直ちに爆発させるということですね。えっ、ー、と、ボムズの、ボム番目のカウントを0にする。そして、ここにエクスプローションを発生させると。エクスプローション。えっ、ー、と、XY。これで誘爆と、誘爆1765 はい、誘爆した。誘爆、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 あ、誘爆、あー、はい。あれちょっと待ってよ。誘爆の座標が間違,間違ってないか。X、Y で、エクスプローション、X と Y がね、ちょっと待って、エクスプローションの X、Y だよね。 えっと、セルの Y、ちょっと待った。どこがおかしいんだ誘爆でおかしくなったのかなちょっと待ってね。えっ、ー、と、ちょっと誘爆処理をやめておく。あ、爆発する場所がおかしいな。 はい。X と Y がおかしいね。エクスプローション関数がおかしい。待ってよ、エクスプローション関数自体がおかしいと。セルの、モンスター、えー、っと、ゲットボムがおかしいのかな。えー、っと、えー、っと、ディレクション、 えっと、セルズの y, x, セル、えっ、ー、と、ここが、まずここが爆発します。そして、えっ、ー、と、ディレクション、待てよ、爆発を呼んでるところがおかしいかもしれないですね。じゃあ、エクスプローション呼んでるところをチェックしてみるか。エクスプローション呼んでるところは、ここは呼んでない、ここが呼んでる、はい、ここが逆でしたということですね。 で、さっきの誘爆のところはおそらく関係ないということですね。じゃあ、それでは実行してみます。えっ、ー、と、まず、こう、こう、こう。はい。こう、こう、こう、こう。誘爆は、こう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 。できてるね。誘爆… はい。誘爆、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 バン、誘爆ができたということですね。はい。それでは次なんですけれども、えっ、ー、と、敵はもう死ぬ。敵がもう死ぬようになったということですね。それでは、プレイヤーが死ぬゲームオーバー処理を作っていくか、そろそろ。いや、その前に、 もうちょっとこれで、この状態でデバッグを進めていくと。次は扉なんだよな。扉を作っていかなければいけないということがあります。扉なんだけど。扉をどうするかだよな。扉については、えっ、ー、とね、 扉の座標をランダムで決めるか。扉の座標なんだけれども、扉、まあ、出口だね。出口の座標を決めます。int, exit, x, exit, y. これが出口の座標です。出口の座標を、 うんとね、どうしよっかな。まず、get free position ってあったっけ ?get free position ゲット free position はあると。で、メイン関数で最初に、えっ、ー、と、ソフトブロックとハードブロックここで配置するのか。なるほどね。ソフトブロック、ハードブロック、配置する。 それでは、配置されたソフトブロックの中から、えーとね、get ソフトブロック、ランダムソフトブロックポジションを取得する関数を作るか。うーんーと、get フリーポジション。 セットフリーポジション。えっ、ー、と、ボイド、セット、セット、ソフト、ブロック、ポジション。セット、ランダム、ソフトブロック、ポジション。ランダムにソフトボブロックのポジション。どっかのソフトブロックの座標に渡した値を指定してくださいと。 これで扉を配置します。えっ、ー、と、ポインター PX、イントポイン、ポインター PY と、セットランダムブロックポジションまず、イントエックス、X、X イコール、ランド、えっ、ー、と、 ランド、パーセント、えっ、ー、と、マップ、ウィドス、ヒント、y イ,イ,イコール、ランド、パーセント、マップ、ハイト。はい、これで、ランダムな座標を取得する。まあ、いい感じの、ワイル。1で、無限ループ。 で、もしも、えっ、ー、と、えっ、ー、と、この、セルズ、えっ、ー、と、y の x この座標のセルが、セルタイプ、えっ、ー、と、ソフトブロックだったら、えっ、ー、とですね、この、ね、 p ポインター、渡されたこの x 座標のポインターの x 座標に x 入れるで、このポインターの指してる y 座標にこの y を入れてリターンということですね。これで扉の座標がセットされるということですね。それではちょっとデバッグで、プリント f で、 えっと、%d のパーセント %d で、えっ、ー、と、この x, y を表示してみます。x, x, y ちゃんと配置されるかどうか。x, y. セットランダムソフトブロックポジションを呼ぶ。そして、 えっと、扉のポジション、えっ、ー、と、ここでソフトブロックがセットされるので、これクリアする。そして、セットランダムソフトブロックポジションで、えっ、ー、と、あえっ、ー、と、あれですね。えっ、ー、と、e x ッ t x とエグジット y の座標、エグジット y の座標を ランダムなソフトブロックのポジションに設定すると。えっ、ー、と、あれ、これやったのちゃんと。やったセットのソフトブロックポジション。ああ、えっと、どこだっけやったのかなソフトブロックポジションで。getCH で、まあ、頼りがないのは元気な証ということですね。6の9に配置したとのことです。えっ、ー、と、 0,1,2,3,4,5,6, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ここに扉が配置されたということですね。まあいい感じで設定できたということです。それでは次。爆弾でソフトブロックが壊れるとき。どこだエクスプローションか。エクスプローションでソフトブロック ソフトブロックだったとき、ここがエクスプローションになるんですけれども、まあ、エクスプローション、そうだ。エクスプローションが解除されるときだね。エクスプローションが解除されるときっていうのは、ここか。もしもエクスプローションだったとき、もしもその、えっと、 X 座標が ExitX かつ Y イコールイコール ExitY ここが扉の座標だったら扉の扉という概念がなかったということがありますえっと Explosion で Exit 出口 エグジット。えっ、ー、と、出口を定義する。これで最後かと思ったけど、まだあったということがありますね。出口があったと。出口のスキーアートは、えっ、ー、と、扉と。扉を見れば出口だということができるということがあります。扉。そして、 エグジットを定義した。そして、うーんと、どこだっけえっ、ー、と、爆発なんだけど、爆発が解除される、ここか。もしも、X がエグジット、ここがエグジット出口だったら、セルの値は、あ,あ、そっか、えっとね、 エグジット、ここが出口だったら、えっと、セル、タイプ、エグジット、そうでなければ、ノンということですね。これでどうやということです。一行で、あれ、なんか問題でも。はい、それでは、 ちょっとね、扉の座標をちょっと表示してくれ。教えてくれ、最初に。セットソフトブロック。で、デバッグしたい。えっ、ー、と、どこだっけセット、ランダムソフトブロックポジション。この座標を教えてくれということですね。えっ、ー、と、%d のパーセント %d、nn、 えっと、x, y で、get, ch と。はい。これで、えー、28の9か。ちょっと,遠、えーと、遠いな。えっと、三三遠いな。うん、遠いな。3の2近いね。あー、閉じちゃった。くそ。いや、せっかくいいの引いたのいいな。1の9、まあ、いっか。はい、これでいいと。えっ、ー、と、0、1、 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ここにあると、ちょっとね、爆破、爆破。ここで、こうやって、爆破、ここ、もう一つ向こうか。扉が現れたということがあります。扉を爆破すると、あ、扉。 エクセレンスということができます。それでは次なんだ,だけども、えっ、ー、と、プレイヤークリア判定作るか。まあいいや。これは、扉の出現は、配置はもうできたということができます。それでは次なんだけど、 クリア判定を作るんだけども、クリア判定は最後にやるか。どうしようかな。クリア判定は、うーんとね、どうしようかな。えっ、ー、とね、クリア判定はちょっと最後にやってみるか。いや、ちょっと最後にやるのも怖いけど、まあ、それはいいとして、プレイヤーが死ぬ処理をそろそろ作った方がいいかな。うーんとね、 どうしよっかな。とりあえず、プレイヤーが死ぬ処理を、まあ、手当たり次第やっていくか。プレイヤーが死ぬ処理なんだけど、えっ、ー、と、まあ、そろそろいいだろう、作っても。爆発のエクスプローションで死ぬということですね。の前に、えっ、ー、と、プレイヤーが敵に突っ込んだら死ぬということがあります。移動して、えっ、ー、と、 チェックキャンムーブでチェックキャンムーブの中って誰かに当たったら死ぬっていう処理だよねえーっとうーんとえーっとキャラクターが移動するえーっとねこ,こ描がしてんのかでここで 移動する。そして、まあ、移動可能であれば、っていう処理があるということですね。で、これは爆弾を置く処理か。ちょっとここで死亡判定やるか。えっ、ー、と、この座標にもしも、 ゲット、モンスター、この座標、X、Y、ここにいるモンスターが0以上だったら、それはもう敵がそこにいるということなんで、ボンバーマンは死ぬということになります。で、ボンバーマン、ボンバーマン、えっ、ー、と、イズデッド is d e a d e コー a ト t ルー r u e これで画面から消えるそしてえっ、ー、とどうしようかなゲームオーバー関数作るかゲームオーバー関数を作りましょうえっ、ー、と void game over えっ、ー、とまず モンスターズの、えっ、ー、と、ゼロ。ボンバーマンを、のイズゼットを、トゥルーにするということ。えっと、トゥルーと。そして、えっ、ー、と、そして再描画をかけると。イス、あ、描画を関数にしてないのか。えっ、ー、と、描画を関数に、描画関数をすると、作ると。 ボイドディスプレイとディスプレイ関数作った。そして、このディスプレイ関数で今まで描画してたところは描画するということですね。これでディスプレイ関数読んで、どこまでディスプレイ関数なのか。えー、っと、ここまでか。こっから、えっと、ここまで。まあ、描画関数の処理ということですね。これはな何の処理だっけ えっと、扉が爆弾を、爆破を解、爆破を消して、扉を出現させる処理ですね。ディスプレイ、ここに持ってきたけど、問題ないか。それでは次、えー、っと、ゲームオーバー処理なんだけれども、プレイヤーを消して、実際描画する。そして、プリント F で、プリント F で、 えっと、ゲーム、オーバー、エン、エイト、えっ、ー、と、ゲット、CH、えっ、ー、と、ブレイク、あ、ブレイク、えっ、ー、と、ゲット、CH、エグジット、エグジット、ゼロと、プログラム終了ということですね。このエグジットは、プログラムのエグジットというね、まあ、バルスということですね。それでは、 ゲームオーバー処理なんだけどエクスプローションの中であるんだっけ。ゲームオーバーの、えっ、ー、と、どこだっけかな。プレイヤーが敵に当たるとき、プレイヤーが敵に当たるとき、ここで、えっ、ー、と、ここ敵当たったら、モンスターに当たったらゲームオーバーということです。ゲームオーバーと。はい、それではモンスターに当たったら死ぬ処理を作りました。じゃあチェックします。 えっと、ゲームオーバーできた。それでは次。敵がボンバーマンに突っ込んできて死ぬ処理を作ります。敵が動く、えっ、ー、と、チェックキャンムーブの前にもしも、えっ、ー、と、ゲットモンスターの x, y が、イコール、イコール、イコール、ゼロだったら、そこにはパックマンがいるということで、えっと、まず、このモンスターの移動を確定させるということ。そして、ゲームオーバーと、いうことですね。ゲームオーバー。はい。それでは、これで、エルスと、 はい。それでは、敵がパックマンに突っ込んで死ぬ処理を確認します。はい。ゲームオーバーできたと。というわけで、敵に突っ込まれて死ぬ処理ができました。それでは次なんだけれども、えっ、ー、と、死んだ、はい、えっ、ー、と、えっ、ー、と、またか。 爆弾置いて、プレイヤー爆弾の上に乗れない。はい。プレイヤーが爆風に巻き込まれて死ぬ処理。敵は死ぬんだからボンバーマンが死ぬのも楽でしょうということがあります。うんと、どこでやってたっけエクスプローションの中で、敵が死ぬとき、エクスプローションこれか。 モンスターが1以上だったら、ええー、と、モンスターが死ぬと。else, if, モンスターがパックマンだ、パック、あモンバーマンだったら、ええー、と、うーんーとね、いつで、えー バックマンをイズデッドさせる、ああ、それはゲームオーバー処理の中でやるか。ゲームオーバーだよ。ということですね。ゲームオーバー。はい、ボンバーマンが爆風に巻き込まれて負ける瞬間を。ゲームオーバーはまだこれより後に作ってあるのか。ゲームオーバーをもっと上に置くということですね。ここより前に置けばいいと。はい、どうか。 ディスプレイが見つかりませんでした。えっ、ー、とね、ディスプレイをもっと前に置けばいいということですね。なんか、いたちごっこですね。なんかね。えっ、ー、と、はい、これでどうかと。大丈夫。はい。あ、ちょっと死んだな。えっ、ー、と、 はい。死んだということですけれども、爆風に巻き込まれて、ボンバーマンのところに爆風が来てほしいんだよね。うーんと、というか、あれだよな、敵にエクスプローションだけど、敵を貫通した方がいい、いい感じがするね。エクスプローション。えーとね。 ゲームオーバーだけど、えっ、ー、とね、エクスプローションか。えっ、ー、とね、そうか。エクスプローションはゲームオーバーの後で行われるんで、だからこのエクスプローションを 先にやったら何か問題あるだろうか。ええー、と、これを前にやったらね、どうだろうかね。ちょっと怖いな。うんとね、ちょっと試してみるか。ちょっと怖いんだけど。えーと、うんと、ちょっとやめた方がいいか。ちょっとね、まだ、 ここでバグったらちょっと怖いのでやめておきます。えっ、ー、と、ゲームオーバーの前に、ここのセルをエクスプローションに書き換えてからゲームオーバーと、ちょっとね、早く、今ここでバグを出してはならないので、慎重に行きます。うんと、はい、ボンバーマン死んだということですね。 まあちょっとここの、ば、ここの処理をやってる時、時に死んだので、まあいた方ないということですね。えー、っと、それで、ボンバーマンが爆発に巻き込まれて死んだ。そして、ということはもうほぼ完成したんじゃないかそれでは、クリア、ゲームオーバー処理はもうできたんで、負けるパターンは全て作ったと。 あとはクリアを作ってテストプレイということになります。クリア判定なんですけれども、どこでやろうかなっていうことなんですけれども、まあちょっとね、慎重に、えっ、ー、と、ここで敵の処理を、えっ、ー、とね、どうだっけ、キャラクターが、えー プレイヤーが移動すると。移動する。ゲットモンスターだったら、ゲットモンスターそこにいたらゲームオーバー。チェック、キャンムーブ。移動できるのであれば、移動する。プレイヤーの移動が確定するということですね。 じゃあ、ここでクリア判定やるか。もしも、えっ、ー、と、えっ、ー、と、int、エネミーカウントイコール0と、ほう、int、i イコール1、i、モンスターマックスと、1っていうのは、ボンバーマンの次のやつ。 はいプラスプラスと。で、生きてる敵をカウントします。もしも、モンスターズの愛番目が、イズデッドノットイズデッドだったら、えー、っと、死んでるやつが、えー、死んでないやつが混じってたら、いたら、 エネミー、エネミーカウント、インクリメントして、もう、もう、そこなども計算する必要ないですよっていうことですね。で、もし、あ、ちょっと待った。えっ、ー、と、まずここが扉であるということが必須、必須であると。セルズ、えっ、ー、と、y の x 座標が、イコール、 セル、タイプタイプえー、っとイグジットであるとイグ,グジットである出口であるかつえー、っとかつかつえー エネミーカウント、0以下であったらエンディングということですね。プリント F、えっ、ー、と、クリア、クリア NN と、NA で、ゲットキャ CH で、イグジット、イグジット0と、 はい、これでエンディングの処理ができた。これ正しく動くかなということですね。これ動かなかったら困ったちゃんですね。じゃあ実行します。これが最後のプレイになるかもしれません。これは。爆破ということですね。じゃあこれを次。で、ここは別にブロックそんなに、ね、破壊する必要はないんです。まず敵を。 あ、でも扉を探さなきゃいけないっていうのはあるんだよね。えっ、ー、と、まず敵を全滅させることを考えると。えっ、ー、と。えっ、ー、と、ここを壊しておいて。えっ、ー、と。よし、あ、やばい、やばい。よし、倒した。いいね。 じゃあ次はあいつを倒すか。こいつはどう料理するかな。ここで、はまってるということですね。じゃあここで倒したらいいんじゃないか。はい。うわ、運がいいな。くそ。よし、これで決まったか。よし、倒した。 えーっと、はい、これで死んでくれ。うわ。えー、っと、死んでくれ。よし、倒した。次だ。扉はどこにあるんだろう。あ、はあ、負けてしまった。チキショうえー、っとね、ちょっと、ゲームオーバーすぐボタンを押してしまったので消えてしまったんだが、 色キおー。おー、危ねえ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 。よし、まとめて倒した。コンボだぜ。よし、倒した。死んでくれ。よし死んでくれ。よっしゃー。ということですね。えー、と、こいつか。こいつ、どうやって倒そうかな。えー、と、ここら辺を開けて。 を開けてですねまた負けてしまったチキショちょっとねクソがくあ失礼いや悔しいなえっ、ー、とこれでよし行ったよしま,また負けてしまったチキショ 最後のプレートい、あ、扉出た、ラッキー。これは、あとは敵を殺すだけです。えっ、ー、と、はい、それではやっていきます。えっ、ー、と、ちょっとね、えっ、ー、とね、もうちょっと慎重にやった方がいいね。 私は、ちなみにファミコン版のボンバーマンはノーコンティニューでクリアしたことありますから。えっと。えっとですね。これ、これはちょっと待ってくれよということですね。はい。今のは運が悪かったということですね。えっと。くっこれは。 ここで、ポンバーマンのプレイに問題があるとは、予想外であるということができます。でもあいつを倒すということだな。よし。よし。待てよ、これは。待てよ、まあいいや。 よし、扉来たぜ。これは、幸先がいいですな、はい。ここを開いて。倒した。はい、倒していく。そして、ここを。よし、倒した。いいね。 それでは、こいつを狙っていきます。食うなよ。勝ったかなこれで。死んでくれ。頼む。よし、倒した。いいね。では、残りの敵を平らげていきます。ボンバーマン。えー、っと、どいてくれ。 ダメか。よし、こいつを先に倒すか。死んでくれ。よし、死んだ。よっしゃ、あいつか。こいつだな、ちょっと。よし。よし、これで。死んでくれ、よっしゃ。では次、こいつを倒すか。敵の数も程よいですな、なかなか。はい、これで、死んでくれ。 よし、最後、こいつか。なかなか、手応えがありますね、このボンバーマンはね。よし、死んでくれ、死んでくれ、死んでくれ。よし、あれ、なんで死なないんだ、今のは。えー、っと、行け、死んでくれ。あれ、なんで、あれ。バグってんのか、あれ。ちょっと待てよ。 えーっと、よし、これで、こいつを倒す、こいつ倒す、はい、そして、まあ、扉はそのうち出るでしょう。えー、っと、出た、そのうち、予言的中。えー、っと、 これでやられたちキしょうあっチくショークソよしたしたくそー。 よしここも、えー、と切り開いてここも、えー、と切り開いてとあーしちきそう何回やればクリアできるんだこれじゃあちょっとやばいなこんなにぐだってたらちょっとまずいですね プログラムはで,、ね、できたのに、プレイに問題があってクリアに至らないとダメですね。ちょっと焦ってきたという部分があります。よし、あれなんで死なないんだこいつは。これ死なないな。明らかにこいつ死なないということがあります。なんなんだ、これはバグか。待てよ、これ明らかにおかしいぞこいつ。 死なないな、こいつ。死なない敵がいるということが分かったということですね。無敵な,な,な敵がいるバグが見つかったということがあります。うんと、エクスプローションで敵が死ぬ処理というのはここだよな。エクスプローションが1以上ということは、1は死なないということだよね。これやばいね。とんでもないバグが見つかったけれども、一瞬で直したということがあります。 これは絶対クリアできないバグが潜んでいたということがありますね。でもそれは解決したということです。私のチャンスが到来ということでございます。倒せない敵はいないと。俺に倒せない敵はいないということでございます。これで大丈夫だ。よし、こいつを倒していくと。無敵な 敵がいいたというク、ね、ソああ口くき今度こそえー、っとこれでえー、っとこれでえと、ー、えっと,、えー、っとお前はどこに行くんだえー、っとよしこれでまとめて死んでくれ ゃあこれで死んでくれ、死んでくれ。あ、死なない。えー、っと、今度こそ、今度こそ。くそ。これで死んでくれ、死んでくれ、死んでくれ。よし、死んだ。よし。私に倒せない敵はもういないんだ。えー、よし。よし、倒した。無敵。無敵です。これは。順調に倒していきます。ボンバーマン選手。 よし、これでゴールが見えてきたと。プログラムはかなり楽だったけれども、ゲームの方はかなり難しかったということが言えるのかもしれません。クソ、えー、っと、ちょっと行ってくれと。よし、倒した。あとは扉見つけるだけか。 終わってしまうのかこのボンバーマンの戦いも終わりを告げてしまうのか倒してしまった。あ、まだいるのかあんなところに閉じ込められていたということがあります。よし。よし、これで私は勝ったということができると。よし、勝ち申した。あとは扉を見つけると。 自分の爆風に巻き込まれないように慎重に扉を見つけていく作業に入ります。誘爆に気をつけなければ、クリアと、ちょっと扉の上にね、ボンバーマン重なって欲しかったですけれども、これでクリアいたしました。というわけで、長らくのご視聴ありがとうございました。それでは、またお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。おつつ